原口鶴子原口鶴子は大正時代に活躍した日本の心理学者 PhD を取得した最初の日本人女性である。医学博士取得日本人女性は以前に岡見京子がいたが PhD は全分野を含めても初であった。1886年群馬県の富岡生まれ子供の頃の名は荒井鶴と言い,い三人姉妹の一人であった。 父、荒井幸三郎は豪能。1902年に2年とび級して、群馬県立高崎高等女学校に進学。1903年に、日本女子大学入学。英文学科で、人文学を専攻する。当時、女性を受け入れてくれる4年生大学は日本には、なかった。また、より高度な高等教育機関設立が、初めて、 公的に考えられたのは1947年であった。そのため、彼女の指導者であった心理学者の松本又太郎は、さらに教育を受けることを鶴に勧めた。鶴は卒業後の1906年、日本を去って米国へ立った。心理学の博士課程を収めるために、1907年にコロンビア大学に入学する。実験心理学と心理学の教授法を専攻し、 エドワード・ソー・ン・ダイク、ロバート・ウッドワース、ジェームズ・マッキーン・キャッテルの指導を受けた。そして1912年に、心的疲労と題した論文を完成させた。この論文には、彼女自身が、実験台となって、4桁の数字を掛け算したり、ジョン・デューイの著作にある英語の文章を日本語分け、したりして、心的疲労を測るという実験が含まれている。 1912年6月5日に学位を授与され、PhD を初めて取得した日本人女性となった。また、同日に留学生仲間の原口武次郎と結婚してイギリスへ新婚旅行に出発した。原口鶴子は日本に帰国し、自らの理論を拡張させた。また、日本語への翻訳も行い、1914年に、 心的作業及び疲労の研究という題で発表した。日本女子大学で時折講義をすることもあり、同大学の実験心理学教室の設立に携わったりもした。夫、原口武次郎との間には数おかずめを設けたが、結核により1915年9月26日に亡くなった。十九歳だった。原口鶴子の最後の仕事は、フランシス・ゴルトンの 天才トイデンの日本語訳となった。天才トイデンは没後の1915年に出版された。また、原口鶴子がコロンビア大学において経験したことや、日米の文化的相違についての観察について綴った回顧録、楽しき思い出が1915年に出版された。原口鶴子の生涯と業績についてのドキュメンタリーが2つ制作されている。 原口鶴子の生涯と心理学者、原口鶴子の青春100年前のコロンビア大、留学生が伝えたかったことである。ゴルトン、天才と遺伝早稲だ大学出版部。ありがとうございます。